ペスでいきましょうかいケープアラジリスって知ってる体長約25センチ、体重約500グラム。ケープチョコのみならず、アフリカ南部の乾燥した草原など広い範囲に生息する。中高生で冬眠はしない。出方700平方メートルの入り口の数100カ所にもなるサウナを作る。 基本、オスとメスは離れて生活する。メスは最大9頭の群れを作り、オスは5頭ほどの群れを作るが、毎日メンバーも規模も変わる。メスの発情期に群れに加わり、20頭ほどの群れができる。基本、水は飲まない。休根果実草を食べて摂取する。そんな、ケープアラジリスちゃん。1年中繁殖すると言われているが、大体は冬の寒気に行う。で、メスの発情期が来るのが、群れの中で一度にたった1頭のメスだけが来る。しかも3時間しかない。 っしたちはそれを逃したら、交尾できない。子供もできない。来年まで待つしかないかもしれない。だから、進化して、交尾一回を大事にしようと、進化して、進化した結果、金玉を大きくしました。<laughs> 体は20%あります。でかすぎて、引きずりますう。よく頑張った。